オッケー、じゃあ行くよ、お出かけスタート。シャラララララララ、これボタン押した音ね。あ、ごめんリスナー、遅れちゃった。いいよ、カブラキのこと好きだし。ありがとう。それでお昼はどこにしよっか。じゃんっていう感じで選択肢が出ます。これをみんなはカブラキが今から作るアンケートで答えてほしいのよ。わかる？大丈夫？ギリでウーバーが勝利したので、ウーバーを頼むという決断をリスナーがしました。まあ、アンケートが全てなんだよこの配信は。じゃん、ウーバーを頼むぜ。え、あれ、リスナーってウーバー使えたっけ。あ、しまった、よく考えたらリスナーはウーバーを使えない。そうだよね、あ、ファミレスあるしあそこでいいんじゃないかな。リスナー、え、そんなに嫌ファミレス。コミュニケーションが難しすぎるよ。はい、ということでコンティニューしました。こんな感じ。もう9分経ってる。やばい。え、もう次学校の食堂行っていい？学校の食堂行っていいっすか。いい、行くね。え、マルチエンドだよ。マジでめっちゃエンド作ったから頑張って。行きます。学校の食堂に来ました。結構人いるね。リスナーは何食べる？あ、しまった、冷たいメニューがない。え、うん、まあそうだね、冷たいのが食べたいなら駅前のファミレスでも行く。リスナー、キキキキキキ、リスナー、カブラキついていけないよ。両方のルートを潰したんで、第3の選択肢が出てきます。ファミレスに行こうということで行きます。あのね、ルートを潰せば新たな選択肢が出るタイプです。ふぅ、お店の中は涼しくていいね。リスナーとも久しぶりにゆっくり話せそうで嬉しい。で、ちょい待ち、あった。何の話をしようか、これ心の声ね。で、選択肢が、思い出話、趣味の話、価値観の話の3つ。ね、これさ、地味に切り替わるようにしてるのもさ、よくないっすか。じゃあ趣味の話をしよう。リスナーって休みの日とか何してるの？あ、まあ、AA とか作ってるかな。アスキーアート、わかる？あ、あの文字とか記号で絵作るやつか。え、すごいね。コツとかあるの？ああ、実はね、カクカク、しかじかと、まあちょっと喋りすぎたけどこんな感じかな。え、そんな、たのって、ああ上から行くか。思い出話をな、してくれリスナー、思い出話をしてくれ。思い出話をしよう。カブラキも思い出話するわ。え、カブラキさ、中学の頃オリジナルキャラ考えてノートにまとめててさ。中学、う、頭が、そしてコメントが見切れてる、ごめん。リスナーどうしたの？コメントって何の話？やめろ、やめてくれ。大丈夫？しっかりしてリスナー。リスナー。